大震度地熱温泉は、大分県大分市の深層熱水を利用した温泉の登録商標。2001年12月21日に登録された。産出形態としては、学術的に深層熱水型温泉、有馬型熱水、大震度温泉位などに分類される。大分平野の地下600の800メートル、ところによっては1000メートルの地下深くから、 ボーリングによって産出する大震度温泉位の総称として利用される。地下の低炭層に由来する黄色、高褐色の着色があり、いわゆるモール泉となっている。大震度地熱温泉には、軽示用泉室名に基づく温泉の泉室の分類としては、塩化物泉、炭酸水素塩泉、単純温泉が存在する。大分県の温泉といえば、別府市の別府温泉や湯布市の湯布院温泉といった、 イメージが強い。しかしながら、大分県の県都である大分市も、県泉数242、輸出量17,235リットル、ふんと、国内屈指の温泉輸出量を誇る。大分市の温泉開発は1913年の王子温泉から始まった、とされる。大分市における大震動温泉位の掘削は、1964年頃より、始まった。 2001年に大分市が市内の大震度温泉位に大震度地熱温泉の名称をつけるべく登録商標として申請した。2011年4月現在、市内34カ所の温泉位が掘られている。旧来の戦闘式やスーパー戦闘形式の温泉からホテルが独自に源泉を持ち、大分駅前や都庁にて天然温泉を歌うものまで多彩である。 大震度地熱温泉の特筆事項としては、非火山性温泉、モール泉が挙げられる。前述した別府や湯布院といった温泉は、火山熱によって熱せられた火山性温泉であるが、大分市で流出する大震度地熱温泉は、水性の堆積層や堆積岩が厚く発達した大分川、大野川下流部の深層。 地下600から800メートル、ところによっては1000メートルの地下部くに貯留する、深層熱水に由来する。新生代第3期から第4期の頃の大分平野周辺は、大分市内から湯布市庄内町にかけて、炭水湖になったり、火砕流の噴出が起こったり、海面上昇により、別府湾の内海になったりすると、激しい大地の営みが繰り広げられ、 これが温泉水の貯留層の形成に影響を与えていると推定される。温泉の水源としては古来の海水もしくは陸水に由来する。この古生代に堆積した植物が腐食して熱を発し、水を熱しつつ成分が溶け込むことでモール泉となる。この時、二酸化炭素、メタンなどの炭化水素を生み出して天然ガスを生成するほか、 不眠酸などの腐食酸を生成するため、熱水はガスを含んだ泡化色黒色の温泉となる。地中の温度は100メートル深くなるごとに5摂氏6.5度程度上昇する。大分の都市平均気温はおよそ摂氏16度であるため、700から800メートルも掘削すれば、摂氏50度前後の暖かい地下水が得られる。 地圧と地熱の要素によって、大分平野の地底深く眠っていた水は、温泉となり、それが大震度ボーリング作業によって組み上げられ、大震度地熱温泉として利用される。大震度地熱温泉が、モール泉であることの一般への説明として、あと数万年経てば、石油になっていたかもしれないと表現されることもある。流出するモール泉は、アルカリ性であり、飴色で、 独特の甘い香りを伴う。大分市内においても泉質が若干異なり、海水に由来し、塩分濃度の高い塩化物泉、炭酸水素塩泉、塩分濃度は、低いが堆積した植物に由来する成分に富んだ、単純温泉に大別される。温泉の色は堆積物に由来する、腐食酸が深く関与し、モール泉独特のタール様のものから、 やや黄色がかったものまで様々であり、中には酸化鉄による濁り油を輸出する源泉もある。同様のモール泉の温泉は、隣接する湯布市ハサ間町のハサ間温泉、庄内町の庄内温泉や、別府市北浜温泉においても湧き出している。戦術の通り、モール泉は二酸化炭素や、メタンといった炭化水素を生み出し、時には、これが、天然ガスとなる。 特に、大分平野ではこのモール船に、天然ガスが含まれていることから、温泉運営の際には、温泉法に基づき、天然ガスに対する対策が必要となる。実際、法改正前の2005年には、大分市、小野鶴の温泉掘削現場にて、発火炎上する事故が発生している。大分市最古の温泉にして、大震度地熱温泉の一つとされる、住吉温泉。 大分市周辺に散在するため、アクセス等については省略する。このほか、JR 大分駅、JR 大分、シティを構成する、JR 九州ホテルブラッサム大分内の、シティスパ天空も大震度地熱温泉を厳選としている。ありがとうございます。